おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は BBM タイムトラベル1989を開けたいと思います。はい、狙いはですね、原監督と、桑田さんですね、桑田真澄さん、あと近鉄の吉井正人さんですね。現役選手も何人か収録されているようです。さあ狙うはボックスにサインが2枚入っていることがまず一番いいですね。さあ持ってない選手を出しましょう。まず1パック目です。お、最初から出てきましたね、ジミー翔一さん。はい、アルキーマークがありますね。前田さん、この人もね、いろいろありましたよね。結局、まあ当時ロッテがドラフト1位で指名したんですが、なんかこう西武でドラフト6位で入るからってことで、まあ大学の方にどうたらこうたらってのがありましたね。まあ分かる人は分かるんでしょうけど、この話は。はい、ブレーブス、オリックス。はい、須田恒美さんですね。はい、2パック目いきます。お、川崎投手ですね。はい、健次郎投手です。いいピッチャーでしたね。中日に移籍してから何にも活躍できなかったんですが、はい、この年1989年のルーキーなんですね。はい、ルーキーマークが入ってます。はい、で、お日本シリーズ MVP 駒田さんですね。はい、あらら、2パック連続でインサートが出ました。はい、飾っておきましょう。見えないね、これはね、反射して見えませんね。はい、次行きましょう。はい、はい、丸選手ですね。4パック目です。お、早速サインが出ましたよ。はい、誰でしょうか。セリーグかパリーグか。ドラゴンズ、あ、彦野さんですね。90枚限定です。彦野さんでした。確か持ってたかな、彦野さんは過去のシリーズで。どうだったかな。はい、行きましょう。斉藤正樹投手。お、惜別求人の天口さんが出ましたね。お、吉則が出ました。ちゃんと書いてありますね、 D10 の音。はい、はい、デストラーデですね、懐かしいですね。はい、あ、ブライアントも出ました。ブーマーですよ、ブーマー。あららら、すごいね。ブレーブス、篠崎さん、篠塚さんですね、すいません、篠塚さん。はい、新井さんですね。
お、内藤投手ですね。ギャオス内藤。はい。秋山さんですね。はい。次、真ん中の列行きましょうか。お、渡辺投手ですね。はい。小早川選手ですね。ヤクルトにも来ました。はい。あ、鈴木さんですね。関別。門田さんかっこいいですね。大お、トマシノさんもこの年ルーキーだったんですね。はい。お、吉井さんですね。はい、吉井正人投手です。はいはい。お、オバタリアンが出ましたね。あ、谷重さん若いですね。ルーキーマークが入ってますね。はい、真ん中の列の3パック目です。うん、中島さんですね。コンさん、岡田監督、阿波野さん。で、新井さんの日本シリーズ敢闘賞ですかね。はい。さあ、どうでしょうか。パリッシュ、石崎さんですね。羽生さんが出ましたね。はい。お、大英球団が指導ですね。加藤さん、新日さん。はい、で、沢村賞の斉藤正樹さんが出ましたよ。インサート4枚出ましたね、今のところ。はい。真ん中ラストです。お、津田さん。はい、津田さんです。牛島さんですね、ロッテの。はい、じゃあ最後の列の1パック目は、お、栗山さん出ましたね。いいですね、若いですね。山本和則、はい、和山本ですね。これはオリックス球団が指導です。はいはいはい。ブレーブスでしたね、最初は。渡辺富美男さんですね。ルーキーマークが入ってますね。正田さんですね。懐かしいですね。二塁手でしたね。はい。幸田さんですね。はい。近鉄にもいましたね。幸田さん移籍してブライアントで、はい、サインが出ましたよ。誰でしょうか。こっちから見ますか。あら、なんだろう、見たことないな。あ、前田さんだ。やった。前田さんは持ってないですね。はい、ロッテの前田さん、ドラフト1位で入った、90枚限定です。箱2が出ましたね。はい、行きましょう。
これ誰だ、田辺さん、あ、田辺監督でしたね。あ、守備のシーンが使われています。中野さん、はい、あ、西本さんですね。巨人に行って、この中日の2年目ですか、1年目、中日の1年目の写真ですかね。斉藤雅樹さん、はいはい、あと3パックです。サブさんまた出ましたね。お、ブーマーですね。すごいっすね、首位打者最多安打打点王。なるほどね、はい。一応インサートカードは、60枚限定の金文字と赤箔30枚限定があるようですね。原さんですね。中畑さんです。席別求人があんまり出ないな。中松さんの席別求人もあるんですが出ませんでしたね。はい、以上になります。直筆は2枚出ました。はい、前田さんと彦野さんでした。で、インサートが5枚ですね。はい、斉藤雅樹さんと近鉄の新井さんと駒田さん、ブーマー、津田恒美さんでした。以上になります。ありがとうございました。